あ、お疲れ様です。どうもどうも。お疲れです。教えてくださいよ。いやー、見つけちゃいますか、剣。ん？剣見つけちゃいました？見つけちゃいましたっていうか、まあ評判でしたからね。いやー、まあそうか。ちょっと待ってね。どう、剣強そう？いやー、なんかベータの時に弱い弱いって言われてて、うんうん、割と強いなって思いながら使ってたんですけど、うん、ベータから強化されてんのこのキャラって。え、強化、あ、まあ強化か、まあなんか蓋を返せば強化って感じでしたね。あの前もっと柔道強かったんですよ、なんと。はいはいはい。だけど一文字強かったのがやっぱめちゃくちゃ強化だなってなってるんで。あ、一文字強化でしたね。あ、そうですね、一文字あれマイナー7とかで前中足かくってたんですよね。あ、へえ。あ、そう、弱すぎるんです。いかんせん僕もまだね、最適解じゃないとか分かんないこと結構あるんですけど、トリマの知識は結構ある方だと思いますわ、うん、コンボだけは。コンボが知りたいんですよ。マジコンボむずいんだけど、このキャラビビる。いやでもめちゃ面白くないですか、そこが。そうね、うん、毎回間違えてる気がするもん、コンボ。え、ジャンプ起き上がりにさ、起き攻め、その投げじゃないさ、起き上がり攻めるときってなんで攻めてる？まあシミか、うん、まあ、弱なんだ。これ暴れ潰しになる、なるんですよ。あの連キャンだけ暴れ潰しになるんで。うん、あ、なるほどね。で一応ダメージ低いですけど、こっからラッシュでタチコパ、タチアクピーラッシュ、うん、タチアクピーしゃがみ強パンがつながるんで。で大陣雷か。あ、そうですね、そうですね。なるほど。大陣雷行ってもいいし、まあリフティングしてもいいし、まあ妥協で別にこっからこっち行ってもいいですね。中央はもうこっち使ってますね。中央で引っかかった時はもう絶対俺これやってますわ。ああ。これで足運ぶみたいな。この後やっぱ強昇竜とじゃあ全然状況違うんで。うん。そうだよね。なんかでもそうだよな。でもパワーは圧倒的に竜のがあるね。あ、火力はそんなに出ないっすね。そうだよね。火力。うん、まあでも最大選んでいけたら、うん、なんか平均火力自体は結構高いんで、このキャラ、うん、そのラッシュを使わないで結構伸びるじゃないですか、このコンボが、うん、なんか多分他のキャラって拾い直すときラッシュ使うんですけど、剣は割と基本コンでラッシュ使わないんで、ラッシュ拾い直しみたいなのがなんか実用的なの多分今 2個とかしかないですね。端コンはないレベルですね。うん、なるほど。だから他のキャラよりはそのラッシュ固めにラッシュを回せるみたいな、うん、ですかね、ヒット確認とか立ち回りに。これ運びトップだよね多分ね。今運び、いや圧倒的トップじゃないですか。圧倒的トップだよね。やばいよね。圧倒的、多分他にすごい差をつけてトップだと思いますよ。そうだよね。いや、これ個性だよな、こいつの。マジでマジ超個性っすね。うん、なるほどな。だむずいけどな、コンボな。ダイパンラッシュなどってこれで運びで合ってる？これで運びですね。で、しゃがんでもらっていいですか。しゃがむ、はい。しゃがむとラッシュ、これが入るんですけど、おー、これがプライオンなんですよ。これ立ってるとプラさんなんですけど、中流尾、はいはい。だからこれしゃがんでたらこれで、昨日の深夜ぐらいに見つけたんですけど。え、それワンループだけか。さあ、そっか。ワンループです。ワンループですね。さあ、そっか。ワンループですね。しゃがんでたらこれで、うん、で立ってたらさっきの、ね、できたらいいなって今思ってます。そっか、竜はこれが強制立たせだけど、剣は立たせじゃないってことか。あ、そこ立たせじゃないんですよね。なるほどね。多分竜タゲコンがあるからっすよね。タゲコン、ああ、そっかそっか、なるほどなるほど。大のタゲコンの多分、うんうんうん、名残ってかあれだと思うんですけど、副産物。これをじゃあ、そっか、しゃがんでると、そうラッシュ強パン、これにすればいいの。やべ、しゃ立っちゃった。あ、そうですね、そうですね。こうして中流尾、あー中流尾か。でコパン、あ、そうですね、そうですね。こっちの方が一応高いから、高いし多分運びもこっちの方が運んでんじゃないかな。そうだよね、一回多く殴ってるもんね。しゃがみぐらいした時は美味しいっつってこっちやりたいですね。
中足からは強パン入んないんで。中足からは強パン入ん、シャガ強入るよね。シャガ強強制ただしなんですよ。ああなるほど、じゃあそれで終わっちゃうってことか。だから強パンの時とあとしゃがみ中パンもかな。しゃがみ中パンはこれにできるってことか。あ、そう、しゃが中はそれにできます。確認むずこれ、むずいっすね。この後に走んなきゃいけないんだもん、むずいな。妥協して別に これでもいいと思いますね。そう、全部全部走り、普通のしゃが台走り、あの立ち強、あ、立ち強、これ立ち強、これ耐えるんですよ。ほんとだ、2400。あ、だから立ち強立ち強まで入れ込んで、その間に、うん、立ち靴確認して。ああなるほどね。でもいい、でもいいと思いますね。一応こっちの方が運べるから。なるほど。まあ、あと見栄えもいい。うん。見栄えは、まあ、見栄えもいい。あと見栄えもいいんで。まあ、ちなみにさ、勝利ガードしたら何すればいいか知ってる？え、インパクト以外ってことですよね。うん。え？これしかやってないですね。今日聞いた。これしかやってないですね。そう、これ。勝利ガードやってみてじゃあ。え？うん。何があるんだ？これらしいよ。え？そんなことある？うん。あー、これプラ7になるのか。これは鬼運ぶ。確かに2回踏んじ入るからね。やばこれ。端端端端っすね。端端だね。ここで投げ決まったらもう柔道できるんですもんね。そうだね。端端か。これ覚えたいよね。ちょっとむずいけどね。あ、パニカになってねえか。痛いな。まあ、そのノーマル昇竜じゃないからね。EX だからね。確かに。実際はね。うん。昇竜剣でもいいしね。これかなりいいっすね、でも。確かに。そう、これ、狙うようにしよう。どうなんだろう。だって、これ。いや、これ以上ない1200スタートだから多分めちゃくちゃいいよ。そうですよね、うん、飛び降りいいからもう一択まである。そうだね。まあ足端でも別に、ただまあ、あれがつながんないけどね。なんだっけ、大攻撃入った方がいいのかもしれないけどね。大攻撃、あ、むずい、あ、下がんのかこれ。結構むずい。こうか、こうだ、感じか。あ、もう減るな、これ。伸ばすときは伸ばすと、どんぐらい減るの。めっちゃ減るな。最後消費にして、あ、ごめん、間違えた。むずそう。端強いとかさらにむずそうだな。端強いは、減るね。減るな、これ。確かに端強いってやってみようか、できるかどうか。あ、いけるわ。あ、いける。いける、いける。おお。これいいっすね。ノーゲージ。これやばいな。